材料が話しかけてくるんですよ。これ絞っとったら、これでもそう、ここは触ったらいかん、ここは触ってもいいところが出てくるんだよね。駆け込み寺みたいなところもありますしね。図面描いたんやけどどこもできなくて、でまあその場で金型作って、その場でやったら喜んでもらって、産経じゃないですか汚いきついそういうところがあるんじゃないですか、今の若い子は。僕一歳で終わるかなと思ってました。父へのまた社長への憧れですよね。作った品物がこうやって、あ、こんな風になってんねんやって、めっちゃかっこええやんっていうのを勝手に思うようになって、この技術を絶やすっていうのも正直もったいないことでありますし、技術持ってるものが強いっていうのはずっと思ってたんで、それで入社も決意したっていうのもありますけど、みんながね、やれないこともやれることも分け合ってね、やっていったらいいんじゃないですかね。そしたらまた東大阪、日本が発展していくんじゃないですかね。